thank mm -hmm. you ということででございましてですね、えー、今日本当はここ来るつもりはなかったんですけれども、えー、ツイキャスの皆さん、ようこそいらっしゃいました。あこれ、ニコ生ね、はいごめんなさいね、えー、もう今うはですね本当に凱旋やってきましてですね疲れ切っております、もう顔にね全部出てると思うんですけれどもね。えー、ということでね、ね、えー、今日はですね何を話そうかなと、まあ、せっかくですね15分。 15分ね、皆さんにお話しするですね、時間をいただけるということなのでですね、えー、ということで、まあ、残りですね、もう10分を切っております。じゃあね、まあ、この後何を話そうかと思ったんですけれども、こちらのニコ生、も、ま、う、あ、随分ね、私もね、ここに来るの久しぶりなんですけれどもね、えー、ニコ生にですね、えー、登場いたしましたので、皆さんにね、まあ、もちろんね、いろんなね、例えば私が出ていれば7つの約束というのを皆さんに、 提示してるわけです。その七つの約束を一つずつ取り上げていくというのもあるでしょう。しかしね、今日はですね、ぜひね、選挙に行っていただきたいと思います。これをね、少しお話ししたいと思うんですね。選挙。これね、軽く考えている人たちがたくさんいるんですけれども、我々のご先祖様、我々の遥か昔のね、偉人たちが死に物狂いになってね、 民主主義を選挙と呼びかけて、そして結果としてですね、現在のこういうですね、選挙が行われる、皆さんは選挙権を持つことができるんですよ。特にですね、このニコ生、若い方がですね、たくさんいると聞いております。そのね、若い皆さんにお願いしたいんですよ。あなたたちが、こういったね、選挙、多くの人たちがね、 受け継がれてきた、この選挙を無視して、投票しないということを続けていれば、都政なんか変わるわけないでしょうよ。先ほど言った通りですよ。メディアがね、小池百合子候補、鳥越俊太郎候補、増田弘也候補、この三人だけをね、三人だけを皆さんに紹介し、そして、まあ今日はですね、すべての候補者に呼びかけたと言っておりますけれどもね、 でも実際にこのニコ生見てる人間、東京都民1200万、そのうちのですね、有権者1100万人ぐらいいるんですけれども、この1100万人の一体どれぐらいですか何パーセントですかこうやって、こうやって皆さんはね、メディアがご利用しする参考補から誰かを選ばなきゃいけなくなる。そのね、メディアのご利用し、これに対抗するにはですね、 勇気が必要なんですよ。あなたたち一人一人がね、立ち上がって、そしてどんなに面倒であろうとね、20代、30代の特に若い世代です。その若い世代がね、選挙に行かないんですよ。先ほども言った通りです。この選挙というのは、勝ち取ったものなんですよ。まあ多くのね、皆さんは、 選挙権なんてのは神様が与えてくれるもんだと思ってるかもしれないけれども、この選挙権を勝ち取るために、今まで一体どれほどの人が血を流しね、命をかけて民主主義を勝ち取ってきたかっていうことなんです。そのね、重みを考えてほしいと思います。その重みを考えればね、選挙権を放棄するなんてことはありえないんです。しかし残念ながら先ほど言った通り、 20代、30代の若い世代がたった2割です。前回のね、前回の都知事選挙に行ったのはたったの2割、残りの8割はね、選挙に行ってないんですよ。これじゃどうにもならないんです。これじゃ今までと同じなんですよ。え、まあこうやってね、せっかくね、あの、いただいた時間を投票に行けと、まあ皆さんにね、呼びかけるような候補者ってなかなかいないと思います。 まただね、私の場合は、街頭において、今皆さんに、大勢の皆さんに訴え、そしてね、せっかくですからね、言っておきますけれども、このニコニコ動画、あるいは YouTube、こういった動画サイトでもう散々パラ流れてるんですよ。で、今こうやってね、コメントをずらーっとですね、流してる皆さん、流してる皆さんに関してはね、そのニコ動画とかですね、YouTube、こういった動画をね、見てるはずなんですよ。だからこそですね、 今日は、まあ、政策というかですね、選挙に行っていただきたいと、これをですね、訴えています。えまあ、先ほども言った通りです。選挙権を放棄する。選挙権をね、もういらないんだと言って捨てる。それは結局のところ国政も都政もこれから先変わらないんだっていうことなんですよ。えこのですね、都知事選、嫌が王でも皆さんこれから先4年間、4年間のね、 都政を、この4年の都政を決める選挙なんですよ。ですから、20代、30代の皆さん、一言言っておきます。私に一票を入れろとは言いません。あなたたちが信じるね、あなたたちの主張が合致してるというね、候補者にぜひ一票を投じてください。その一票を投じなければね、組織票がいつまで経っても強く、そして、せっかく手を挙げても、 せっかく手を挙げてもですよ。残念ながらですね。まあ、例えば私のように、組織票もバックも何にもない人間が、選挙に出ても勝てないんですよ。しかしね、選挙というのは、選挙というのはですね、自分の信じる人、その人に一票を入れるのが選挙のはずなんですよ。いや、いいんですよ。小池さんに入れようがね、増田さんに入れようが、鳥越さんに入れようが、いくらでも入れてください。 その代わり、その代わりね、ぜひ選挙に皆さん行ってください、それをやらなければ、先ほどから何度も言っている通り、いつまでたっても変わりません、またね、都政、同じことの繰り返しです、松添陽一が皆さんの税金を3億円、3億円かかって使、使って海外に合流する、こんなことはね、いつまでもやるんですか。 いつまでやれば皆さん気が済みますぜひね、ぜひ選挙に行って、そして自分の意思表示をするんです。意思表示をしない、選挙権を放棄するということは、白紙委任状を突きつけることと同じなんですよ。その白紙委任状を都政に、国政に皆さんは今まではね、投じてきた。その一方で、いや、国税が高い、都税が高い。 そんなことをですね、わめき散らす。これは間違ったことです。言いたいことがあるのなら、国を変えたいと思うのなら、東京都を変えたいと思うのであるならば、ぜひね、ぜひ7月31日、この日にですね、投票に行かれまして、そして一票を投じてください。で、またね、最後になりますけれども、えー、桜井のですね、桜井の えー、選挙、えー、といいますかですね、公約、そういったものにつきましてはですね、えー、動画で流れております、もう死ぬほど流れておりますのでね、えー、ぜひ皆さん、夜更かししてね、見ていただければと思います、えー、投票したいと思える人がいない場合、どうすれば、これね、最後にちょっと言っておきましょうか、悩んでください、苦しんでください、あなたたちに足りないのは、その悩み、苦しみなんです。 民主主義、選挙というのは、悩んで苦しんで、そして一票投じること、それに尽きると私は思います。